神アイテムを教えていただき、ありがとうございます。こんにちは。キャンプトーク紹介のウパパです。今回、キャンプ好きの2万5000人のフォロワーさんに聞いた、キャンプ道具ランキングなんですけれども、テントの中で使った方がいい便利グッズトップ10です。いや、不便を楽しむのもキャンプなんですけれども、不便すぎると、奥さんが次からキャンプに来てくれない。子供がキャンプ嫌っていう、なんか次からキャンプ行こうって言いづらくなりますよね。そんなにはなりたくないですよね。今回はテントの中で使う神アイテムのトップ10です。特典パートはアンケートした結果、ランキング外で僕も使ったことないんですけれども、便利かもしれないっていうのを3つ紹介します。特典パートは動画の最後に言いますんで、ぜひ最後までご覧ください。それでは行きましょう。テントの中で使った方がいい便利グッズ第10位はこちら。蚊がいなくなるスプレー。ワンプッシュで12時間蚊がいなくなると。歌い文句の蚊がいなくなるスプレーです。おいおい、ウーパパさんよ。そんなワンプッシュで効果があるわけあるんです。僕以外にも高評価の口コミがたくさんついてます。ワンプッシュで24時間効果があったとか、キンチョールさんいらないとか、すぐ効くみたいに、テントの中を蚊が飛び回ってると気になって仕方ありませんよね。せっかくのアウトドア気分に浸っているのに、蚊が飛んでたらもう台無しですよね。いくらテントがメッシュの網戸のようなもんついてたとしても、入る時にガバッと扉を開けるんで、蚊の侵入っていうのは避けられないですよね。あとは子供って開けっぱなしで外に行きますしね。なんでワンプッシュで行けるんかなって思いますよね。調べてみると、蚊は飛んでるよりも壁に止まってる方が長いみたいで、ワンプッシュで薬剤が壁につくんで、何も知らない蚊がこう壁に止まって、ってなるわけですよね。ただこれデメリットがあるとしたら、蚊以外にも効果があるみたいで、例えば捕まえたカブトムシとかクワガタとかですね、テントの中にいてるのにワンプッシュシュッてしちゃうと、カブトムシとかクワガタもぽっくりいっちゃう可能性があるんで注意が必要です。これからの季節に家でもテントでも大活躍してくれそうですね。続きまして、テントの中で使った方がいい便利グッズ第9位はこちら、ミニホウキです。テントを出入りする時っていうと、意外と土や芝とか結構テントの中に入りますよね。そんな時にミニホウキがあると便利なんです。携帯用のミニホウキだとかさばらないんで持ち運びには便利ですね。テントの掃除っていうのは気づいた時にやるのが一番いいです。なんか土入ってるけど家に帰ってからでいいやって思うかもしれないんですけども、案外これが大変で、さっき使った蚊がいなくなるスプレーでお亡くなりになられた蚊たちはさっさと掃除しちゃってください。最近だと100均でもちり取り付きで売ってるんで、100均行った時にはぜひ買っちゃってください。さあ、テントの中で使った方がいい便利グッズ第8位はこちら、コロコロです。テントの中を掃除するときにコロコロと持っていくと便利ですね。アンケートではミニホウキ派とコロコロ派に分かれてましたね。皆さんはどちらですか？私はね、ホウキ派やったんですけど、このコロコロ派の方が多かったんで、まだちょっと次コロコロを買って試してみたいと思います。ゴミなんですけど簡単に取れて、その場で捨てられるっていうのが手軽みたいですね。このコロコロなんですけど、100均のものでもいいんですけど、無印だと先が取り替えられるタイプっていうのがあるんで、先だけコロコロ使ったり水切り使ったり切り替えられるっていうのがめっちゃ便利ですね。使い方に合わせてペットを使い分けられるんで、ストレスなくですね、効率的に掃除することができます。立てるテントだと立ったまま掃除できるっていうのも地味に嬉しいポイントですよね。家ではもちろんですね、キャンプでも使い勝手がいいアイテムになってます。こういうお掃除系のキャンプ用品って家との併用なんかめっちゃ気になりますよね。またですね、私のインスタで2択の質問毎回してますんで、またインスタもフォローお願いします。さあ、続きまして、テントの中で使った方がいい便利グッズ第7位はこちら、小さいテーブルです。地味に便利なこのアイテム、飲み物を置いたりランタンを置いたりと、小さいテーブルがあるとちょっとなんか置くときっていうのは便利ですよね。さあ、どんどんいきます。テントの中で使った方がいい便利グッズ第6位はこちら、モスキートランタンです。いや、なんかさっきから蚊に関する商品ばっかです。すいません。皆さん、モスキートランタンって知ってますか？ LED ライトと殺虫ライトが一つになったランタンです。それぞれ単体での使用もできて、同時にもつけられるっていうのが便利ですね。殺虫ライトで虫を引きつけて、電気ショックで撃退と。昔ファミリーマートの前にあるついてあるあの青いライトでガーとかが止まってバチバチって言ってるやつあるじゃないですか。多分あれと同じですね。そうそう、知ってましたか？あのライト、あのコンビニの前からなくなってきてるらしいんです。なんかコンビニのライトに反応して寄ってきてるんじゃなくて、正確には蛍光灯が出してる微弱な紫外線に反応
として寄ってきてるらしいですね。じゃあ蛍光灯だけに寄ってくるんだと思ってたら、この前ヘッドライトをつけたら虫が僕の顔にガンガン当たってきてですね、 LED やから寄ってこないとかではないと思います。すいません、ちょっと話はそれましたけども、これは付属のブラシがあって、こすれば簡単に落ちて水洗いもできて衛生的ですね。あとは薬剤を使用しないんで、小さいお子さんがいるキャンプでは安心して使えますね。さあ続きまして、キャンプの中で使った方がいい便利グッズ第5位はこちら、スノコです。テントの中を出入りしていると気がつけばテントの中に土って入ってくるんじゃないか。でもですね、その問題、テントの入り口にスノコを置くだけで解決できます。要はですね、玄関マットのように置いて出入りすれば、靴についた土汚れとかも持ち込まなくて済むんですよね。軽くて持ち運びも楽なんで、キャンプに持っていきやすいのもいいですよね。100均にもスノコ売ってるんですけども、僕のおすすめはスノコじゃなくて、息子がですね、赤ちゃんの時に使っていた1センチぐらいの厚さのジョイントマットを持っていて使ってます。これもふかふかで軽いんで、お子さんがちっちゃくなくてジョイントマットが余っているという方、ぜひ持って行ってください。さあ続きまして、テントの中で使った方がいい便利グッズ第4位はこちら、リモコン付きの扇風機です。いや、リモコン付きって本当に便利ですよね。最近ではスマートハウスっていう言葉があったり、ボタン一つで機械に話しかけたらなんかしてくれるのあるじゃないですか。リモコン付きの扇風機ってもうその先駆けですよね。いくら日陰とは言っても、夏の時期はテントの中でも暑いですよね。そこで活躍するんが、アウトドアでも使いやすいポータブルの扇風機です。ポータブルの扇風機ってめっちゃいいんですよ。コンセントがいらなくて、あとは USB で充電ができるんで、大容量のバッテリーとかで長時間の使用もできるのも多いです。しかもこのリモコン付きっていうのは、離れてても快適に操作できますし、リモコン自体はですね、本体のくぼみに収納できるんで、なくす心配もありません。そのまま折りたためて持ち運びにも便利ですね。あとは高さを変えられたり、角度を調整できたりと、いろんなシーンに合わせて使い勝手のいい扇風機になってます。デメリットはですね、リモコンは子供に取られて知らん間になくなってるっていう可能性があるんで、このリモコンは大人が管理しましょう。さあ続きまして、テントの中で使った方がいい便利グッズ第3位はこちら、リモコン付きのランタンですね。またリモコン付きですよ。皆さんもリモコンは本当に便利、ランタンもリモコンでピンですよね。皆さんこんな経験ありませんか？キャンプで寝るとき、寝袋の中でファスナーを閉めて、さあ寝ようと思ったら、うわ電気消し忘れてるやん。新しいアウトドアウェア買ったのに、数日後にセールしてるくらい地味にショックですよね。電気を消すためにもう一度寝袋のチャックを開けてってなると、もうってなりますよね。しかもリモコン自体にもライトがついてるんで、みんなが寝た後にちょっとした明かりっていうのは重宝しますよね。このリモコンも充電式なんで電池いらずになってます。ランタンはモバイルバッテリーとしても使えるんで、これもまたまた便利です。ぜひお値段は概要欄から確認してください。さあ続きまして、テントの中で使った方がいい便利グッズ第2位はこちら、 S 字フックですね。 S 字フックもしくはカラビナっていうご回答がいっぱいありました。これはいくつあってもいいと思うぐらい大活躍しますよね。テントの中でランタンをかけるときや、ケトルやシェラカップを通じ下げるとき、用途を上げたらキリがないくらい使い方は無限ですよね。あとはテントの中を映えさせるためにはもちろん欠かせません。と言っても僕はそんな映えるテントの中してないんで、見せれるもんじゃないですけどね。100均でも豊富な種類あるんで、いくつも持ってると便利です。さあ1位発表の後に今回の特典パートを発表します。特典パートはアンケートをした結果、ランキング外でも僕も使ったことないんですけれども便利かもというものを一気に3つ紹介します。さあお待たせしました。テントの中で使った方がいい便利グッズ第1位はこちら、小さいゴミ袋です。1位は意外なアイテムと思うかもしれませんが、ゴミ袋は必須ですね。寝る前にテントの中の虫をティッシュで捕まえて、これどこに捨てようかなみたいなとか、ゴミ箱っていうのはテントの中に限って欲しいんですよね。しかも寝る前に限ってティッシュ系のゴミってやっぱ増えますよね。むしろテントの中にないと困るのがゴミ袋なんですよね。なのでそんな大きいのはいらないんで、コンビニのレジ袋ぐらいではちょうどいいんですよね。いざっていう時にないと困りますんで、必ず常備しておきましょう。さあお待たせしました。特典パートは僕が経験ないんですけども、あったら便利かもっていうのを3つ一気にご紹介します。1つ目は簡易トイレです。夜中に急に子供がトイレ行きたいとか言われても、怖いって言いながらトイレ行くよりかは、その簡易トイレがあったら、暗い中にボットン便所、いわゆる汲み取り式のトイレとかもあったりするんで、こういう簡易トイレとか行くよりも持ち運び用の簡易トイレがあると便利ですよね。あとは車
車の移動中にも安心なんで、一つ持っておいたら安心ですよね。はい、二つ目はスポットクーラーです。電源サイトやポータブル電源を持っているなら買いたいなと思うのがスポットクーラーですよね。扇風機とは違ってすぐに冷たい風が直接吹き込んできて快適と。いや、ほんまに冷たい風出るんかわからないんですけれども、コンパクトタイプやったらキャンプに持ち出して快適な空間を確保できそうですよね。三つ目はマキタの充電式掃除機。有名な電動工具メーカーのマキタさんから出てる充電式の掃除機です。テントの中の掃除とか車内の掃除とかですね、キャンプに持っていくと便利そうですよね。コロコロじゃなくてミニホウキじゃなくてがっつりと掃除したいっていう方はどうでしょうか。今回のキャンプ道具紹介は以上になります。このライオンマークからチャンネル登録をしてもらうか、次の動画も見ていきませんか。それではまた次回の動画でお会いしましょう。ではまた。今回のキャンプ道具は概要欄から見てくださいね。